皆さんこんにちは。今回の旧車ドライブは、島根県出雲市にあります、市畑電気鉄道立喰線跡を巡りに行きたいと思います。今回行く、立喰線について解説しますと、この路線は、山陰と山陽を結ぶ、飲用連絡鉄道を目指して、元の名を、大志や宮島鉄道と名乗りました。当初は、島根県出雲市とすでに、広島から芸備鉄道が伸びていた、広島県三次市と結ぶ、91.7km の壮大な、計画が構想されていました。しかし、1930年の昭和恐慌や、1937年に鉄道省が建設していた木槻線の全線開通で飲用連絡鉄道が完成されたことが要因となり、出雲今市から出雲、須佐間 18.7km の開業にとどまり、出雲、須佐から三次間の 73.0km は測量を行っただけで着工までに至らず、そのまま建設免許の執行に至りました。そのこともあり、飲用連絡を断念した1938年には、社名を出雲鉄道へと変更、本社も東京から出雲市へと移転しました。その後は細々と営業を続けていたものの、戦後の1954年に経営難から市畑電気鉄道に吸収され、立喰線と命名されます。1955年に殿森駅が開業、1957年に起点の出雲今市駅が出雲市駅へ改称されましたが、東京オリンピックが開催された1964年7月に島根県東部を梅雨末期の集中豪雨が襲い、一部路線の路盤が流出、営業を休止し、翌1965年に復旧されないまま廃止されました。今回は、そんな立喰線の跡の中でも、当時の面影を残している場所へ行きたいと思います。
て、まず一つ目の遺構に到着しました。ここには、立ち食え線の切り通し跡があり、以前は、この山のそばを汽車が通っていました。現在は畑になっています。それでは次の遺構へ行きましょう。この道は立ち食え線の路盤跡を通っています。すぐ先 N システムです。目に見える遺構があるわけではありませんが、ちょっと寄り道をします。この JA 出雲朝山支店が立っているところは、かつて朝山駅があった場所になります。さて、次の遺構へ移動しましょう。次の遺構は、当時の姿をそのまま残しています。次の遺構へ到着しました。ここにあるのは、立ち岩トンネルというトンネルです。2007年頃までは貫通していたそうですが、真上を高速道路が通った際にコンクリートで埋められてしまいました。こちらが埋められた、立ち食え川の口口です。それではまた配線跡をたどっていきましょう。Thank you.
ここからはまた、廃線跡に作られた国道184号線に戻り、立区駅用へ進んでいきます。ここには鉄道時代からあると思われる切り通しがあります。ここから鉄道跡とは思えないほどの勾配になりますが、これはもともとあった桜トンネルを埋め戻し、上に大きいトンネルを掘り直したためなのだそうです。この勾配を降りたところに、桜駅がありました。ここには昔噂トンネルがありましたが、現在はなくなっています。この噂集落に入るところに、所原駅がありました。この道の進路が南から北西に変わるところに、殿森駅がありました。
が上下に分かれます。一段低い川側の道が廃線跡になります。ここで今まで演奏していた関東側を渡ります。このトンネルは立ち食い線の向かいなトンネルを道路用に拡張したものになります。ここでまた関東側を渡り、向かいの駅跡となります。
14号線は右にカーブし、再び神戸川を渡りますが、廃線、あとは湖口直進し妙谷トンネル、ノンミズトンネルと連続してトンネルをくぐります。ここで車を止めて、トンネルを見に行こうと思います。これが滝笛川にある、ノンミズトンネルです。こう、口には武骨なロックヘッドがあります。中はすべて素掘りのトンネルとなります。それでは、終点の出雲須佐駅へ向かいます。ここで国道184号線は神戸川を対岸へ渡ります。この辺りにかつて出雲須佐駅がありました。当時の面影は全くありません。実は先ほど渡った神戸川に、かつての橋脚が残っていました。こちらの橋脚は焼却炉やアンテナが設置されて重武装です。これで竹杭線跡巡りは終わりです。帰り品にスーパーでパン豆茶を購入しました。ここのパンすごい美味しかったです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。